まずキースイッチをオンにします。エンジンかけます。でこの電源は入ってるんですけど、ここで上げてもはい、全然ダメです。動きません。電気が来てるのでやっぱりモーターですね。はい、これが新品のブロワーモーターです。まあこんな感じですね。要はこの部分が、モーターなんですけど、もうこの中が、この中がというかこの中に入ってるカーボンブラシがもうすり減っちゃってるんですよね。でこれを今から交換します。この3箇所だけで止まってるので、作業的には全然難しくないと思います。はい、今カメラ変えましたけど、これもう錆びまくってますね。この辺もう25年使ったわけなんで、まあそりゃそうですね。こんな感じです。まあ結構あっという間に外れました。じゃあ今からこの新品のやつを使い、取り付けたいと思います。まあだからこんな感じですよね。はい、こっち新品、これ今までの。まあこんな感じです。さあそれでは取り付けが終わりました。ではキースイッチをオンにします。おお、出てますね。はい、バッチリです。直りました。完全に直りました。お、しっかり。
動いてますね。 OK です。はい、修理完了です。まだ残量はちょっと残ってはいましたが、こんな感じですね。もう間もなく壊れるっていう感じでしょうか。一応これは保管用に取っておきたいと思います。またいつ壊れるかわからない。これが